大久保龍アーティストです。普段はアニメーションを作ったり絵を描いたりゲームを作ったりしています。中野は大学を卒業した時に2年間住んでて、友達4人でシェアハウスしてたんで、この辺をブラブラして、あ、ブロードウェイがいや、よく来てましたね、ほんと。おー、はい、なんかこの店は本当もうほとんど骨董みたいなやつが置いてあるところですね。そうですね、なんかこういうのとかも、このなんか色味とかがめちゃくちゃいいですね。猿の なんだろうなこれ、なんかわかんないけど、なんかこの箱の絵とかも結構いい感じな、猿の顔もいいけど、野村通りか、うわ、こいつの存こいつすごいオーラ、海外に多分輸出されてた、めちゃくちゃいいですねこれ。箱も見せてもらっていいですか、はい、ここの箱絵もいいんだ、箱絵がいいですね、素晴らしいです、はい、これは買います、あ、これ買います、あ、ありがとうございます、はい。これ僕作ったゲームなんですけど、もともと僕がすごいゲームをやって育ったんで、なんとなくそのゲームでなんか受けた影響とかをなんかこうゲームでなんかこう消化したくて、まず作ってみて、ゴッツハンドっていうタイトルのゲームですね。なんか恐竜が絶滅するのをなんかこう助けてあげるゲームみたいな、まあ、こういうのも本当に僕ともう一人の2人で全部作ってるんですけど、まあ、2人で作ると本当になんか他の人から何も言われないんで、なんか好きなようにこう自分の思い描いてたようにゲームが作れるんで、うん、なんかまあゲームだけど本当にすごい個人的な作品っていうか、うん、なんかまあミュージックビデオって本当に見るだけだけど、ゲームだとこうなんかそれをこう触れるし、なんかまあそこに音楽が流れてたら、まあ、ミュージックビデオ的でもあるけど触れる、なんかアニメーションっぽいけど、まあ、プレイできるとか、なんか自分の中ではこう一つ次のなんかステップっていうか、あ、これで卵を取るとクリアです。今卵をね20個取ったら恐竜がレスキューできたっていう感じで、僕今までアニメーションとか絵描いたりとかで、今ゲームも作ってたりとかして、多分なんかこう人によって僕に対する呼び方があったりとかすると思うんですけど、なんかこう僕の中では一つまあ、自分の作品ってやっぱりこう一貫したテーマがあったりとか、なんかそういうシーケンシャルみたいなそういうまあ筋があるので、まあ、なんかこうこの先もまあなんかいろんなことをやりつつも、なんか最終的になんかこう僕の考えてることとかがなんとなくみんなに伝わったらいいかなと思いますね、うん、なんかそのジャンルを壊したいとかそういうつもりはないですけど、なんかこう同じような目線でなんかいろんなことができたらいいなと思います、ね。